吉田さん、ヤフーショッピングで私もねずっと買い物してますけども、いや昨日のペイペイスーパーペイペイ祭りすごかったですね。普段から5のつく日とかね、スーパーサンデーとかね、カウカウなんとかっていうので結構私そういう日を狙って買い物してるんですけども、なんかね気がついたら100万みたいな単位で買い物してますね、不思議と。で自然と結構ね在庫多めなんですよ、うち。なんかその食品とかちょっと多めにストックしてあったり、お水とか飲料とかもそうですしね。だから例えばね、いきなり物流が途絶えても1ヶ月ぐらいは在庫でこなしていけるかなっていうところですね。でたまに在庫を吐き出してまたリフレッシュするみたいなことを年に 1,2 回するんですけどもね。でも結構ねたくさん買い物してる割にペイペイバッグとかが多いんで、なんかすごい得してる気がします。で、あのコンビニの吉谷さんの話よくわかるんですけども、通常現金で買い物したらなんて損なんだろうと思います。で、あとスーパーでね現金払いしてる人が、あの1円単位まで綺麗に払おうとしてて時間食ってるところがあって、レジの人もねちょっとまあ待ってるだけみたいなのがあったりするんですけども、私今ねほとんどのスーパーで、どんな田舎の小さいところでもペイペイをはじめとしてですね、そのスーパーのキャッシュレス決済が効くんですよ、チャージで。あらかじめチャージを3万とか5万とかしとくじゃないですか。そうするとそのチャージで一瞬で支払えないんですよ、 QR で。でしかも入金した時にチャージした時にポイントもつくし、買い物した時にもポイントつくし、ダブルでお得なんですよ。でも現金払いしてる人ってのは何のポイントもつかない、時間もかかる、で現金も持ち歩かないといけない、というところでやっぱね現金払いじゃないとダメって人から得た利益でキャッシュレス決済を便利に使ってる人にお金が流れているということですよね。まあ、だからね、新しいテクノロジー全部とは言いませんけども、便利なものとかその会社全体、例えばお店だったらお店の生産性をぐっと下げてあげることに貢献したお客さんっていうのはそれなりに恩恵を受けると。いまだに現金で払ってる人ってはっきり言って営業のまあ足を引っ張ってると言ったら言い過ぎなんですけども、生産性をね上げてくれないから、どちらかというとそういう人からはまあお金をもらった方がいいよねっていう形になるんでしょうね、きっと。だからね、やっぱり新しいテクノロジーのような気がして、別にスーパーで、まあ、ポイント払いじゃないけどもクレジットカード払いなんて昔からありましたからね。私スーパーに行って現金で払うことはもうとんとないですね。コンビニに行っても例えば100円のものでもねクレジットカードとかで払ってましたから、今回あのファミマ行ったりね、それからセブンイレブンとかコンビニに行くときでもクレジットカードです。あ、クレジットカードじゃない、ペイペイとかですよね。だ今度車の税金始まるでしょ。私昨年もね車の税金はあのクレジットカードで払いましたからね。それまあなんとなくポイントも貯まるかなっていうところと、まああのそういうふうになんでクレジットカードとかで払うと多くの人 の手をね煩わせることがないんですよね。だそういう意味で言うと消費者がこうね生産者とか提供者の方に協力すると全体うまくまとまるような気がします。でペイペイに関してはやっぱりねすごい、孫さんっていうのはペイペイに誰よりも先に先行投資して 100% バックしたりとかね、むちゃくちゃすごいですよね。で結局孫さんの一人勝ち、まあ、銀行を経営してるようなもんですよ多分ね。これねセブン銀行とかも凌駕してペイペイとかになるんじゃないですかね。ペイペイって現金使わなくていいじゃないですか。だから銀行強盗ももうできなくなっちゃいますよ。最近銀行強盗って銀行に行かなくてコンビニ行くらしいですけども、現金があったとしても3万とかですからね。でこれからポイント決済が主流になってくる、そしてレジが無人化されるともうね店舗には現金がありませんみたいなね、強盗まで無理になっちゃうというね、廃業という、強盗も廃業でございます。どうすればいいんでしょうかみたいな感じでございます。で、最後なんですけども、町内会の支払いって未だに銀行に行ってお金を出して入金の時は銀行に行ってって感じなんで、会計担当者が要するに暇な人じゃなくてできないんですよね。だから私に当たりやすいんですけども、まあ当たんなかったですけども、そうなると仕事がある人って基本的に会計担当できないんですよ。でもこれを私の提案としてね、せめてカード払いとかペイペイ払いとか QR コード決済にしたらどうですかと。そしたらポイントも貯まるし町内会の経費も助かるじゃないですかみたいなことを言ったんですけども、なかなか動きませんでしたので、ね、昨日役員交代して引き継ぎして、私はもう今日からは町内会長を引退して、相談役という係の形になりますけども、この相談役という立場からもね、このフリー決済
現金を使わない決済を進めていこうかなと思います。はっきり言って町内会費を一軒一軒家に集めに行くなんてね、本当ナンセンスにも程がありますよね。で、人に言わせればそうやって人と人が顔を合わせて関係を深めていくんだよって言うけど、そもそもね、吉田さん、人間が実際に会っていろんなことをやりながら関係を深めていく、それは分かりますけども、そんなことしないと関係が深まらないようなコミュニケーション能力の低い人ってのは何なんですかね。今はこうやって YouTube のやり取りでも強い信頼関係が結ばれたり、 YouTube でしか触れ合ってないのに入金が起きたりね、プロジェクトがジョイントベンチャーされたりとか、そういう時代ですよね。下手したら生涯に一度も会わない方とバーチャルで恋愛をしたり、強い信頼関係のもとビジネスをしたり、でも取引先とは一切会ったことがないみたいなこともね、それが本当のコミュニケーション能力の強さだと思いますよね。要するに実際に会わなくても信頼関係を構築できるってことなんですよね。だからそれができない人がやっぱり顔と顔を合わせなくちゃねみたいなことを言ってるってことなのかなと思います。もちろん考えは様々ですし、ここまで極端に考えなくてもいいのかもしれませんけども、確実に私たちは実際に会わなくても一定の信頼関係を持つってことができているっていうことだと思います、ね、通販にしてもしかりですけども、今の時代通販で詐欺られた話なんてもうないですからね。むしろリアルでこそ詐欺られるってことが多いんですよ。なぜなら人は会ってこそ信頼関係を構築できるっていうふうに勘違いしてる人がいるからなんですよ。実際に会った人からどれだけ搾取されてます、ね、そう考えていったらペイペイみたいなよくわかんない通貨を使った方が得をするってことがね、ちょっと分かってくるんじゃないかなと思うんですよね。はい、本日は以上です。